こんにちは診断士勉強中の新井でございます今回は平成29年の第8問財務会計です、ね、を一緒に解いていこうと思います。今回の問題は単純総合原価計算ですね、えー。こちらを採用している A 工場の資料に基づいて平均法により計算された月末仕掛り品原価として最も適切なものを選べと。で材料は最初の 工程の時点で全て投入されているという条件が与えられております。だいたい問題にこれ書いてますよね。材料費に関しては最初に投入すると。で、まず私の疑問。えー、直接材料費って書いてありますけど、これないやねんと。で、あと加工費ってないやねんと思ったので調べました。直接材料費っていうのは最初にですね、 えー、投入する材料投入するそして加工進捗度にかかわらず発生する費用のことということで簡単に言うとまるまるもうどんな状況でもかかる費用だというふうに覚えておけばいいですねで加工費がポイントだと思うんですけど直接材料費以外の 加工品については進捗度に比例して発生するということでだ書いてますよねこの加工進捗度50%とかだからこれがポイントになってくるということでございますでえこの平均法っていうのはつまり1個あたりいくらかかったのかっていうのを出してえ原価を計算しなさいよっていうことらしいですなのでまあこれを見たらですねすぐに1個当たりの単価を出せばいいんだなと いいいいうにえばんじゃないかなかと思いますというわけでじゃあ1個あたりの単価っていうものを出していきたいと思います。で、ここで聞かれてるのは、あ月末仕掛かり品の原価ですね。だからこれですね、月末仕掛かり品、仕掛かり品か400個って書いてまして、加工は50しか終わってないということですね。仕掛かり品っていうのは、名前通り仕掛かってるわけですよね、何かを。 その製品を作りかかってる製造しかかってると。製造しかかってるってことは、だから途中で止まってるということですよね。まあ別に、そこはわかるかもしれないですけど、一応ね、念のため。で、まず月末、すまえと、直接材料費を出してみようと思うんですけど、直接材料費はさっき言った通り、加工がどんだけ進捗してようが、してなかろうが。 関係なく100%発生するということで、これは簡単ですよね。あ,のありがたいことに、えー、全部を出せばいいということで、えー、っと合計が1000円ですね。ん違うな。あ、そっか。 えと全部でかかった材料費をまず見ましょう月初に200、0 0 0円かかっていて、えー、当月に1000、0 0 0円かかってますよねだから200プラス1000イコール1200円1200、1000円か、まあでえー、これが全体でかかった費用そして、えー、っとそこに使われた個数 はあ合計が1000って書いてますんで1000ですねだから。ということはこの1 2 0 0円を1000で割ればいいわけですね。ということは1.2000円。これが1個あたり材料費。1個あたりずつかかる材料費が出ました。 続いて、えー、加工費がどのくらいかかったかを見ていきます。まず、全体でかかっている加工費が、月初の出荷り品加工費が100,000円、えー、当月投入加工費が700,000円ということで、足してみましょう。そうすると、100プラス700イコール800ですね。そして、個数。 は、いくつなのかということで600個はもう完成してますね。完成してるのでこれは丸々かかってるので600カウントされて加工費は進捗度に応じてかかるのだから200個ですかね。400のうちの50%ですから普通に半分ってことですね50。ってことだから400の半分なので200個ですね。 ってことは800で、えー、合計かかったのが8 0 0千円そして800個ということは 800÷800 800で、えー、1ですね1千円これがあ加工費の単価になりましたなのでえー、っとですね まずは、あ月末仕掛か,かり費の原価を求めたいわけですから、材料費に関しては、進捗度にかかわらず100%発生するというふうに書いてますので、えー、材料費はです、ね、この400に全部かかりますね。はい。えー、1.2×400 イコール480ですね。そして、 えー、加工の進捗に応じてかかる加工費は、えー、50%なので、えー、1000円だからね 1×200、えー、ですね200と 480+200 で680、えー、円これが回答になりますなんか数字がいっぱい出てきて訳わ,わかんなくなりがちなんですけど私もこれ見た時に複雑そうだなって思ったんですけど 要は、この平均法だからね、1個あたりいくらかかんのと。書いておきますよね。1個あたりいくらかかんのっていうのを調べて、で、その対象の個数分、その対象個数分かければいいということですね。 ここ、ですここ1個あたりいくらかかんのってことです。材料費と加工費の違いを理解して、1個あたりいくらかかんのこれが全てということですね。今回の解説は以上となります。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。